輸血の危険性、薬をなくす顧問薬剤師伊庭聡です。本日はですね、宝塚市内とある場所での、輸血に来てます。警察署の前なんですけど、そこで、日本赤十字社を元のね、輸血に来ております。でですね、その輸血について、私は輸血完全に否定はしません。緊急時にやはり血を自分の体の中に入れるというのは非常に大切なことです。そういった緊急時に役に立つっていう部分においては、やはりこういった輸血っていうのは非常に大切です。しかし今その中で非常に問題が起こっています。というのが、特に若い女性、貧血がひどい女性だと、なんと薬とか食事とかじゃなくて、この輸血という形で自分の血を補う方がいらっしゃいます。で、輸血すると貧血間違いなく良くなっちゃうんですよ。症状は必ず良くなってきます。しかしここには問題点があります。その自分の体の中に入ってくる血、これは外から補っている血です。自分が作っているものじゃないんですよね。なので結果として一時的には良くなりますが、最終的に完全に貧血が治ったっていう状況にはなりません。自分の生活や食事が変わらないと、結局また貧血という状態が続いてしまいます。で、その都度別に輸血すればいいじゃんっていう考え方の人もいらっしゃるんですけど、輸血にはやはりリスクがあります。どれだけ、ね、しっかりと病院でチェックされていたとしても、輸血時にそれが体に合わない人ってのは中にはいるわけですね。で、自分の血じゃないものを入れる、そして今は特に事件とかにはなってませんが、実際 C 型肝炎、 B 型肝炎だったり AIDS だったり、そういった血から感染するって言われてたような病気って、昔はそんなこと言われてなかった。後からね、それが発覚したりっていうのも実際あるんですね。ただ、もしかしたら今のね、日本に蔓延してるウイルスのように、また知らないウイルスが出てきた時とか、そういったものが長い年月かけた時に、それが今回の輸血が原因で、もしかしたら何かが移ってしまうかもしれない、そんなリスクだって当然あります。今でこそしっかりチェックされますけど、昔は実際にチェックが緩くてエイズの人の血液が混じっていたってことがあったりとか、様々なニュースってのはやはり出てきます。どれだけ人間がチェックを気をつけていたとしても、まだ発見されていない、もしかしたら血液感染によって移るものがあるかもしれない、またチェックが漏れるかもしれない、そんなことはいくらでも起こり得るんです。そういったリスクがあるかもしれないのを気軽にしてしまうのってどうなんでしょうか。確かに一時的に症状は良くなります。しかし自分の今の生活を変えなければ意味がないんです。貧血の人、特にね、そういった薬だったり輸血に頼ってしまってた人ほど、こそそういった人こそ今の自分の生活を見直してみてください。食事を変えればいいのか、もしかしたら他に原因があるのかもしれない、そういうところを探すってことをしてみてください。本日の動画はこれで終わります。この動画いいねと思った方はチャンネル登録やコメントよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。